こんにちは、名古屋家仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマはせせ症状です。はい、せせ症状の2回目になります。はい、症状せぜとも言われますけれども、うん、はい、まあ、どちらでもいいんですけれども、まあ、非常にこの仏教の生命感を表した言葉でして、うん、まあ、私たちの命というのは仏教ではこの生まれてから死ぬまでの80年100年ぐらいのものじゃないですよと言われます、うん、はい、私たちの生命というのはもうずっと果てしない過去から続いてきて、うん、そして悠久の未来に向かってこうずっとこう続いていく、こういうものが私たちのこの生命だと仏教では教えられております、はい、そして私たち一人一人にこの人間に生まれる前からですね、このいろんな世界やいろんな生き物に生まれては死に、生まれては死にをずっとこう果てしなく繰り返して生きているのだと、このように仏教で教えております、はい、ですので、せせ症状のこのせっていうのはこのいろんな世界にということですね、うん、いろんな世界に、そしてこのいろんな生き物にこの生まれては死に、生まれては死に、まあ症状ってことですね、うん、をずっとこう繰り返して今日に至っているんだと、はい、このように言われております、まあ、ですので、まあ仏教から言いますと、ちょうどこの自分のこの生命の流れっていうのもちょうどこの長く続いてきているこの川みたいなものでして、うん、今この人間に生まれて死ぬまでの80年か100年の間っていうのは、ちょうどその川の水面に表面にですね、うん、あぶくがポコッと生まれてスーッと流れて、やがてパチンと弾ける、うん、そんなあぶくみたいなものだと言われるんですね、うん、はい、ですから、まあ、80年100年っていうと人によっては長いように思うかもしれませんけれども、うん、仏教のこの生命観から言いますと、もでそのあぶくが弾けるまでの間も、うん、でも瞬間的なものだと、このように言われているんですね、はい、まあ、そういう生まれては死に、生まれては死にをずっとこう繰り返してきたことは、せせ症状とか、うん、症状せぜと言われます、はい、で、まあ、前回その生きとし生けるものは、うん、まあ、全てこのせせ症状のこの父母兄弟なんですよと、うん、まあ、こういうことを話をしていたんですが、はい、まあ、他にもせせ症状のこの初ごとと、こういうふうに使われたりします、うん、はい、せせ症状の初ごと、初めてのこと、はい、はい、まあ、初ごとと今言っていただいた通りでして、誰しも初めてこれをやるとか、うん、初めてこれをするとか、うん、初めてこれを口にするとか、うん、初めてやることとかなすこととか経験することって誰しもいろいろあると思います、はい、まあ、例えば初めてこの働き始めて給料をもらうとかですね、はいはい、初めて給料をもらった時のことを覚えておられますでしょうか、ね、確かにめっちゃくちゃ未だに私多分初めて給料をもらったってもうかなり昔なんですけど、なんか感慨深い、私そういう年になったんだって思った、その感覚って未だに覚えてますね、それ、言われてみれば、はい、私も初めて給料をもらった時、まあ、嬉しさっていうのももちろんありますし、うん、まあ、やっぱりお金を稼ぐっていうのはやっぱ大変だなっていうのも改めて感じましたね。そうそうそう、まあ、ちょっと今までいろいろしてもらった両親ちょっとご馳走しましたけどそうですよね、私はね、本当にさっきも言ったように、ああ私そういう年になったんだっていうのを自覚したんですよ、はい、だからあこれからはそういう年な、として頑張っていかなきゃなと思って、私もやっぱ親にご飯をごちそうしました、はい、まあ、そういうなんかこう初めてのそうそうそう経験したこととかって、なんか感慨深いことってあると思うんですね。そうですね、まあ、それがこう初めてのことっていうのはやっぱりこう印象に残ると言いますか、こうインパクトが強いことって多いと思います、はい、まあ、例えば初恋とか、あ、はいはい、まあ、青春のなんていうんですかね、これ甘酸っぱい思い出と言いますかあ、言われてみればそれこそ初恋なんて40年ぐらい前ですけど、なぜその人を好きになったか、その瞬間まで覚えてますね、私、はい、
全然気にならなかった男の子がニコって笑った瞬間のその笑顔だったんですけど、あ、覚えてる。はい、はい、まあ、その後もいろいろ恋をしたりとか、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、その中でもやっぱこう初恋ってなんかこうやっぱちょっと特別な思い出っていうか、はいはいはい、そういうことで印象深く残っておられる方も多いんじゃないかと思います。まあ、それはやっぱり初めて会ったこととか、うん、初めて経験したこととかしたことってやっぱり、まあ、しかもその驚きとか感動とか、うん、まあ、喜びが大きければ大きいほど、やっぱこの2回目3回目とやっぱり違って、ああ違う、初めて この経験とかしたことっていうのはやっぱりすごくこう印象深く覚えているものではないでしょうかね、うんうん、はい、初めてこのバンジージャンプを体験したとかですね確かにね、スカイダイビングをしたとか、すごくなんか印象に残りそうですよね。私こんな思いしたの生まれて初めてだわとかよく言うじゃないですか、はい、確かにその時ってよっぽどのインパクトというか衝撃がないとそういう言葉で使わないですもんね、はい、うん、またまあ、なかなかないかもしれませんけれども、いや、もう生まれてこの方も何十年何百年と生きてきたけど、何百年生きるって言わないかもしれませんけど何十年100年近く生きてきたけど、うん、こんな美味しいものは初めてだと、あ、こういうふうにもし言われる方があったとしたら、それはもうよほど美味しいんでしょうね。はい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 、確かに、うん、そんな今まで何十年生きてきた中でもこんな美味しいものは初めてだと、うん、よっぽどです。よほどのその感動や喜びがないと出てこないこと、うん、そうですね、うん、まあ、そのように、まあ、大変もう生まれて初めてだと、こんなことも未だかつてないと、うん、もよほどのこの喜び驚きですけれども、仏教が教えていることと言いますのは、先ほど言いましたように世々少女のこの初事ということが教えられているんですね、うん、まあ、繰り返し話をしてきましたけども、はいはい、世々少女のこの初事ですから、世々少女ですから、この生まれては死に生まれては死にずっとこのしてきた中にも未だかつて味わったことのない、こんなことはもう初めてだと、うん、こういう驚き感動喜び、うん、を表す言葉が世々少女の初事ということなんですね、はい、いや、そんなことあるのと思いながら聞いてますけどね、何回も生まれ変わってこんな照ってる中の初事ですよね。はい、はい、そうです、はい、その100年とか何十年このやってきてこんなこと初めてだっていうことでも大変なことですけれども、うん、はい、まあ、そんな、まあ、ちっぽけなってちょっとあれなんですけど、うん、そんなスケールじゃないんですね、仏教が教えてることというのは。まあ、ずっとこの和やか仏教で話をしてきましたが、仏教でも教えていることといいますのは、仏教を続けて聞いていかれますと、この一年の瞬間にですね、うん、本当の幸せの身に人間に生まれてよかったというこういう喜び満足の身になれる時が必ずやってきます、うん、その時のこの驚き、うん、喜び、まあ、尊さ感動と言いますのは、うん、これはもう言葉で言い表せない、うん、心にも言葉にもかからない驚き喜びの、うん、境地なんですけれども、まあ、それをこう、まあ、言葉に、まあ、いろんな言われ方で表現される中の一つに、うん、世々少女の初事と、うん、こういうふうに言い表されるんですね、うん、もう生まれ変わり死に変わりもうずっと果てしなくしてきた中にもこんな喜びの世界があったとは知らなんだ知らなんだという、うん、こういう、まあ、驚き感動ですね、うん、これはもう100年や200年求めて得られるようなそんなちっぽけなものとこれもう訳が違いますので、うん、世々少女の初事とこれを言い表されるわけなんです、うん、なるほどね、はい、そういうことを仏教はそういう、まあ、喜び感動の体験を私たちにこうさせようということで教えられているのがこの仏教の教えだと、うん、まあ、いうことですね、まあ、今までも話をしてきたんですけれども、はいはい、まあ、今日は世々少女という観点から話いたしました。はい、はい、なんか、はい、この
最後の着地点というかは、まあ、本当にこの番組を通じて皆さんずっとお伝えしてきたことだと思うんですけれども、今回の話ってある意味スケールが大きいじゃないですか、はい、この今生きている中で本当の幸せをこう掴むというか感じるためにっていうのではなくて、今まで私もきっと何かに生まれて生まれ変わって生まれ変わって生まれ変わってっていう中で見てもその本当の幸せにたどり着くっていうのが初ごと、はい、って考えたらすごいなんか感慨深いじゃないですけどスケールが大きいなと思いながら話を聞いてたんですけど、そうなんです、ね、その本当の幸せっていうとなんか生まれてから死ぬまでの間幸せに生きられるっていうぐらいに、うん、まあ、思われてる方もあったかもしれませんけど、うん、実はそういうスケールの話じゃないですね、うん、ということですね、はい、はい、ということで、あのそのくらい、じゃあ、あのそこにたどり着いた時の感動とかね、私たち本当今生きている中で初ごとってすごい感動するよね、覚えてるよねっていう話をちょっと前にしてたので、じゃあそこにたどり着くっていうか本当に初ごと、まあ、せせ少女の初ごとっていうのが仏教で言われてる、それを感じた時にはとんでもない感動というか、はい、まあ、っていうことなんですよね。そのまま言葉で言い表せない、もう心にも言葉にもかからない、うん、そういう喜びと感動と驚きの、はい、まあ、世界なんですけれども、まあ、そんなこと言ってて、あの言葉で言い表せないんですと言ったら何も伝わりませんので、まあ、いろんな言われ方でされている、まあ、その中の一つということですね。はい、はい、ということで、ね、私もじゃあもうそれにたどり着くまでこう皆さんやっぱり学んで聞き続けていただきたいということですね。はい、はい、ということで今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。